この素因数分解を利用して問題を解くもの、ね、いっぱいあるので、じゃあ次例題3番。675は 3×3×3×5×5 であることを利用して675の約数の個数を求めなさい、ね、じゃあどういうことだろう。675は 3×3×3、 3が3つと5が2つある、ね、約数は何個ありますか。これを利用して考えなさい。じゃあ670、この 3×3 を消して 3×5×5、 ね、75、これも675の約数、ね、例えば 3×5、 これも675の個数、約数なんだよね。このどれかを消してあげたら675の約数になる、ね、だからこれは例えば、ね、675は3と5からできてるんで、3×3×3×3、 5×5、 ね、この組み合わせによってできるんだよね。ほら、この組み合わせによってこういうふうに。でもちょっと待って、これ3、0個のパターンもできる。3、0個 5×5 っていうのもできる。3、0個っていうのはこれ1っていう、こっちも5が0個、1。 3×3×3、 3を3個で5が1個、3を3個で5が1個、この組み合わせなんですね。こういうふうに、じゃあ4つと3つの組み合わせの数だけ約数があるって考えることができるね。なのでこれ3が3つ、5が2つ、ね、でもこれ1個もつかない、まあ、例えば3を0個つかうっていうのも超えて足して 3が3個なので、3足す3個なので3足す1、ね、0、1、2、3、こっちは0、1、2っていうので掛けるですね。掛ける2足す1、ね、こういう計算によって約数の個数を考えることができるね。これで12個ありますよ、ね、組み合わせ。ね、素因数分解をし、ね、素数に全部分けて、ね、素因数分解して数をこういうふうに見ることもできる、ね。